重郎、あの、どうしたの？変な顔して。え？だって今日屋上って。屋上？何のこと？尻尾、本当に記憶を操作したんだ。あ、すぐにお夕飯用意するね。いいって。後でインスタント麺でも作るし。そんなのダメよ、すぐだから。ちょっと待っててね。おお、ラーメンでいいのに。引き続き米軍ヘリ墜落のニュースです。本日夕方ごろ、移送中の米軍ヘリが市立桜高校を低空でかすめた後、あやめ公園に不時着しました。米軍ヘリ？嘘よ、あれは騎兵だった。これも尻尾がやったの。いい夜だ。米軍ヘリ墜落事故で幸い死傷者は出ておりません。ガス爆発だの、ヘリ墜落だの、物騒だな人間の町は。重郎が見た屋上での記憶、本当に消したのね。仕方ないだろう。そんなに自由自在なら私の記憶も操作できそうね。やろうと思えばな。重郎の記憶を戻さず私だけを利用するのも可能なのね。俺が悪人ならそうだな。米軍ヘリの事故じゃない。重郎の乗ってたのと違うけど、あれは騎兵だった。報道を変えたのもあなたの力。猫は神様だとでも思ってんのか？あなたは猫じゃない。そりゃそうだ、喋る猫がいたら異常だ。いや待て、異常はお前かもな。俺はお前が生んだ妄想なんじゃないか。魔法なんてものがあるわけない。高度に発達した科学は魔法と見分けがつかない。クラークの三法則か。バレたら仕方ないな。俺は未来から来た猫型ロボットで、秘密道具もお前に出してやった。タイムマシンは机の引き出しにある。四次元ポケットも調べてみるか。俺、ふざけないで。チャンネルを変えてくれ。猫の前足じゃボタンが押せない。ダイモスコード、その力を持つ者を封じれば怪獣を倒せると言ったわね。お前らが死なずに済むと言っただけだ。何をする気なの？詳しく教えて。教えなきゃこれ以上手伝いはしない。契約違反だ。しょうがない、今回だけだぞ。魔法使いの権限を封じても奴らは来る。何のために封じているの？これはゲームだよ、生き残りのゲームさ。俺はゲームの準備をしてる。魔法使いたちには騎兵で参加してもらう、強制的にな。じゃあ私が撃ってるのは？奴らを全員戦場に引きずり出す魔法さ。そんな魔法をかけたら何でも解決でハッピーエンド。そんなわけないだろ。お前らの未来だ。お前らで戦って勝ち取るしかない。俺は高みの見物さ。
今日はやたらと絡むな。俺が何者かなんてどうでもいい。お前にとって重要なのは重郎だろ。お前のためにあいつの壊れた頭ん中ドブでもさらうように記憶を探してる。契約を保護にしたいならもうやめだ。お前の代わりにもっと有能なやつを探すよ。願いを叶えたい素直な少女をな。まだ契約を続ける気があるなら、その証拠にお前のお友達を撃て。如月富、あいつも魔法使いだ。それは。もう一度契約を思い出せ。しっかりとな。富。重郎、こんな場所で寝てると風邪ひくよ。おい、起こすな。また現れたわね。起こすな、アホ。治療中だ。手の込んだ悪ふざけね。いい加減にして。誰かが私を試してるのかしら。疑り深いのも度が過ぎると可愛げがないな。もっと現実を受け入れろよ。喋る猫なんて現実にはいない。そうだな。だが俺は喋れる。その上お前の願いもわかる。重郎は何か言ってなかったか。言ってたろ、夢の話だ。そういえばロボットに乗る夢を見たって。記憶を掘り起こしてるんだ。それで重郎の記憶は戻るの。まだどっかに残ってりゃな。記憶を掘り出して空っぽの頭に詰め直す。俺はそういう芸当ができるのさ。だがサービス期間もこれくらいだ。お前のメリットは提示した。これ以上は契約が必要だな。契約の前に質問を受け付けよう。それで決めろ。契約後の質問はなしだ。文句を言わず履行だけしてもらう。あなたの正体は何なの。猫だよ。魔法の使えるね。滅んだ異世界から来たと言ったわね。ああ、俺の世界はダイモスが滅ぼした。ダイモスって怪獣のことでしょ。泉重郎から聞いていたか。あいつらを召喚する呪いがダイモスコードだ。この世界の魔法使いは全員呪われてる。魔法使いというのは何なの。魔法の力を持って生まれた者たちさ。騎兵の操縦もゲートもそいつらの力の一部だ。重郎が魔法使い。そうだ、そいつも魔法使いだ。ダイモスコード、確か前に古代文明の遺産だと言っていたわね。恐ろしく古い遺産さ。数千万年前の魔法文明のね。まさか。そんな前だと人類はまだ類人猿だわ。とんでもない魔法文明だろう。契約したとして、あなたがそれを守る保証はあるのかしら。お前は失礼だ。猫は自由だが詐欺師じゃない。契約も守れない猫は単なる動物だ。
嫌ならやめろ。お互い時間の無駄だ。契約で私に何をさせる気？具体的に説明して。お前の仕事は難しくない。まず俺の魔法道具を貸してやる。そいつでお前は魔法使いを封じていく。封じる？どうなるの？ダイモスコードが怪獣を呼んでる。それを持つ魔法使いを封じたら、お前らは長生きができる。何でも聞け。聞く必要がないならどっちか決めろ。重郎を直してくれるのよね？頭ん中をまさぐるのは得意だ。契約するわ。交渉成立だな。当たり前だが、この契約は誰にも秘密だ。誰かに知られた場合、契約解除となる。そして俺は二度と現れない。あなたの名前は？呼び名などどうでもいい。じゃああなたを何て呼べば？俺を追っかけ回して勝手な名で呼んでたろ。なんて呼んでたんだ？尻尾。格別にダサいな。尻尾は犬にもあるだろ。まあどうでもいいか。それでいいぞ。ああ、またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。かわいい。あ、見て見て、尻尾先だけ白い。ほんとだね。あ、またこっち見た。何あれ。ご飯が欲しいのかな。ゆうべあれだけ偉そうにしといて、自分はデレデレ甘えちゃって。あ、見て見て、尻尾。あ、めぐみ、なんか話すの久しぶりだね。うん、さみちゃん、ね、おはよう。おはよう。先に行ってて。お友達いいの？君も友達なんだけどな。忘れちゃった？それより隣がずいぶん静かだな、なんて思ってたらいつの間にか荷物なくなっててびっくりしたんですけど。相談もせずごめんね。結構いいのにもったいない。敷島が用意した豪華マンション、昭和の建物だし、ちょっとやぼったいけどね。それで今どこに住んでんの？クラベ十郎の家なの。え、どうせ本気？それ森村も許可してるんだよね多分。お、めぐみ変わったね。そうかな。ここに来てすごく行動的だもん。それはいいことだけど、あいつはさ。それでもいいの？重郎が現れたあの日から世界がどんなに変わろうとずっと彼のそばにいるって決めたの。まったく、めぐみは。分かった、私も協力する。友達でしょ、何でも相談して。うん、うん、ありがとう。行こう、遅刻しちゃうよ。トミ、私にそんな資格ない。だって私はあなたを。
りメロンパンはやめてチョココロネで。ええ、頼んだわよ。イオリが卵パンじゃなくて卵サンドと。どうしたの？めぐみ、じゃんけんで負けて食堂へ買い出し。言い出しっぺ自分だけど。おっと、急がなきゃ。お前ここでのんびりしてていいの？早くパン買いに行かないと売り切れちまうぞ。パン一個買うのに大騒ぎなんてもう嫌だよ。俺は今日から平和に母ちゃん弁当さ。何がいるのよ。え、アンパン。甘いもの苦手って言ってなかったっけ。別に甘いもの好きだぜ。もういいよ、まとめて買ってくるから。それ持ってて。おい、待てよ。お前、食堂で如月に何かしたろ。何のことかしら。待てよ。しらばっくれんな。如月だけじゃない。はっきりと思い出せねえが、俺を助けたのも多分お前だなあ。そうなんだろ。やめてください。しつこいようだと人を呼びます。はっきりと思い出せねえ。俺を助けたなあ。やめてください。しつこいようだと。間違いねえ、あれは。
あいつだ。ただいま。あ、十郎、寝てるの？薬師寺。あ、ごめん、起こしちゃった。今見てた夢、やっぱりスミレ橋にいたのは冬坂さん。え？あっ、聞いてたの？冬坂さんって同じクラスの？関係ないだろ。あ、記憶の夢なの？なぜあの子の？いい夜だ。失敗。十郎の今の夢はどういう意味？なんだ？どうして十郎が冬坂伊織の夢を？今日はまだ何もしてないぜ。あいつが勝手に見ただけだろ。あいつもそういう年頃の男子だ。気になる女の夢ぐらい見るさ。嘘よ、十郎が。ということはだ、お前は過去の女だな。やめて。お前のやる気が出る指示をやるよ。冬坂伊織は魔法使いだ。あの子も。撃って戦場に引き出せ。悪ふざけ。いつの間にそんなところへ。からかってるの？どうした？朝からイラついてるな。あの日か。違うわよ、やっぱりからかってるのね。待てよ、話の途中だ。冬坂を撃てば気分爽快だろう。撃てよ。魔法使いだから撃つだけよ。やきもちはまだ可愛いが、嘘で取り繕うのは見苦しいな。
私に何の用ですか？十郎は私のものよ。よくも彼を惑わせたわね。違う、そんなつもりは。これは彼のため。それで私に。十郎はよく。これは十郎のためなの。クラベ君。でも本当に十郎のため？彼を戻すのは。私のためだわ。薬師寺さん。それでも。黒服はいないな。うん、午前中には見かけたんだけど、午後から全然見ないから。黒服さん帰ったのかも。そうあってほしいね。古い型のソパワーを低く設定する。ケイ持ち手の部分、折りたたまれた紙には森冬坂伊織は俺に好意を寄せている。どうやら俺の方は彼女の告白にまだ返答をしてない。俺はどうするつもりだったんだ。俺は別の世界から来た人間で、森村千尋が話していた次の作戦、イージス作戦が実行されるとこの世界から脱出ができなくなる。それで俺が殺したのか、森村千尋。学校に部外者が入り込んで問題ないのか？ダメなのかな。でもその制服、未来の桜高校の制服なんでしょ？部外者じゃないんじゃない？未来の桜高校はどんな感じなの？未来？そうだな、新しい校舎が建っているはずだ。はず？いずれ自分の目で見るといい。なんかずるい。誰でも保健室には入れるのか？先生がいないから今は閉まってるけど。任せて、なんとかするから。あれ、あんた、ビオリ、何やってんの？ウサミちゃん、なんでこんなとこに？彼がね、学校見たいって言うから案内してるんだ。なんだ。
じゃあね。俺の映像を持ってきた、あの子だと思ったか。なんだ。別に。どうしたの突然。いや、気のせいだった。鍵貸してもらうのに膝すりむいた生徒がいるって先生たちに嘘ついちゃった。あ、どうした。だって今部屋に二人っきりだから。あ、引き出しに鍵がかかっている。何を探しているの。お、薬、蛍光、NM。 生徒のカルテか。他にこれといったものはないな。探しているのならきっと何か大切なものだよね。机の鍵、職員室に予備とかあるかも。もう一度何とか理由をつけて貸してもらってくる。ラベルは少し違うが内容表記に蛍光 NMC0204 とある。俺の拾ったボトルと同じ薬だ。生徒のカルテ、東雲涼子、 C0204 の投与。森村は生徒にこの薬を投与している。東雲涼子、他にもいるな。網口修二、泉十郎か。鍵があったのか。保健室は休みだ。空いてるのは説明してもらいたいな。お前も黒服の仲間か。あなたに頼まれたのよ。俺に。何これ。待って、関ヶ原、撃っちゃダメ。めぐみも、何やってんの。もう、あ、めぐみ、気になって追っかけてみたら、あんためぐみに何したの。何も。一人でうろうろしてるの。いおりどこ。君こそなんだ。おせっかい焼きに来たのよ。私、めぐみ探す。あのおさげの娘、やはり覚えがあるぞ。どこかで。くそ、はっきり思い出せ。そうだ、あれは。
電気がついてる。この廃墟に誰かいるのか。